さあやっていこうか。織姫の気力十分、貨車をぶち殺すぜ、ぶち倒す、そういう回です。今回はどうもアザラシです。やっていきましょう。また引き続きね、引き続きこのアザラシのあ固まったトレースが外れた、アザラシのこの VTuber 化キャラを出しながら、まあ、画面としてはねちょっと小さいのかな、どうなんですねがね、4対3の画面よりはちょっと小さくなってるのかな。ゴミがあくまで私に歯向かうというのですね、まあ、最近のゲームは大体16対9なんでね、こうやって横に出してもまあスマホとかで横を気にして見るんだったら全然問題ない位置だよね。なんならこれを4対3の状態でスマホとかで見ようと思ったら相当横のサイドは黒くなるからね、まあ、それに比べればいいんじゃないかなって思うんですけどね。どうなんですかね。地中海の赤い風、地中海の赤い風、赤っていうかピンクなんだよな。もっとさ織姫のその後部がさ、アイゼンクライトがさ、お待たせしました、さもっとなんかこう行きましょう、赤がさ強かったらさかっこいいよね、色がね、赤のなんか乗り工具がないからさ。お織姫が本気になったみたいだな。赤じゃない、口がパクパクなんだよな、あんまり、うん、これがあんまりうまくないな。口が大きく開くとあーってなるんだけど、この閉じる状態にするには相当口がいい、口がいいの形になるんだけど閉じない。今回はそうね、まあ織姫無双みたいなところあるから、隊長命令はとりあえず山、相手攻めてみるか。よし、了解。まあこの回もねめっちゃカットしながらやっていきますので、よろしくお願いします。ほいでは、ここら辺がめっちゃ開いてるんだよな、なんだろう、下がめっちゃフィールドが開いてる、やるしかないから。強い、拍手ください、かわいい、強い、かわいい、織姫が覚醒している、お破壊した、それが指示、なんだこれ、なんだあれ、なんだこれ、ほう、貨車の必殺技見てみますか。五行総国空グレンカリン層、うわ下がった、よし、織姫の必殺技を披露するとしよう。織姫との必殺合体攻撃を出ます。
そう、作戦山のままだった。火にすればよかったな。失敗した。はい、それは美しく舞う花びらのように。半目をやめ、半目。夢、それは優しく響く歌声のように。今こそ開く二人の舞台。カンソーレ、カンソーレ。ちょっと地味だね、ちょっと地味だね。このデュオは最高です。デュオっていう二人組っていうか、なんでしょう、なんだい、おいでくん。急に塩らしく、あ、なんだ、そんなことか。いや、全然気にしてないよ。あ、なんか謎っぽいのがあった。今のままでいいよ。え、なぜなんですか。俺は、オリミックの良さはその太陽の明るさと奔放さだと思うんだ。俺に気を使うあまり、その良さがなくなってしまうかもしれないからね。何言ってるんです。戦場で、戦場に出会いを求めている、求めるのは間違ってますかね。こっちに逃げたら逃げんだけどさ。口ほどにもない。この自爆のやつがうっとしいな。大したダメージじゃないけど。ここまで入札しなくてよかったな。華麗に燃やし、燃えろ。これで決着じゃないかな。ベリの必殺、これで決着じゃないかな。あ、またトラッキング外れた。エアスト、ラストラインゴール。動かしたいよ。次の一発、これで終わるね。マリアの一発、これで終わり。そこ、口ほどにもなかったな、カシャ。口ほどにもなかった、爪が甘かった。さっさと織姫一人やってればこんなに苦労してなかっただろうに。人質にするんじゃなくて倒しておけばよかったな。どうした、まだ逃げるのか。まさかこれくらいで勝ったなんて思ってないでしょうね。私にはまだ奥の手が残っているんですよ。なんや、まだあの爆弾生きとんのか。自爆。ゴミども、今度こそ全て焼き尽くしてやる。大神さん、あれを。行動原理が不明。お、あれはさっきのまだ残っていたのか。さあ来い、お前の火種で過激弾を燃やし尽くすのだ。そうはさせません。
どうすんだ、織姫。ああ。そんな近くなっても当たるの？あ、あ、あ、あ？あ？夜だ！夜じゃない！間抜けな最後だな、確かに。やめろ！うわ！私の体が燃えている。私の体が灰になっていく。そんな感じで燃えないと思うけど、ね、そんな感じにならんと思う。誰もなんかこう同情しない、助けに行かない、ちょっとかわいそうな感じ、見殺しみたいな感じで見つかる。あんまりなんかこう人的被害も出してないんじゃないか。火事は出してない。少尉さん、敵さんにしてはちょっとかわいそうな最後だったな。今まで誤解してたみたいです。かわいそうっていうほどのキャラでもないけど、仲間だとか協力だとかそんなことくだらないと思ってました。うん、くだらないな。少し分かったような気がします。ほう、花組の皆さん、そして少尉さん、キャラ変わりすぎないよ。ありがとう。織姫さん、口が開かない。あらあら、結構喋ってるの口が開かない。また随分と可愛らしくなってしまいましたわね。こんな口開けないもんな。どうやらこれで花組も一つにまとまったようね。そうなの。織姫くん、これからも一緒に頑張ろう。はい、少尉さん任せてください、うん、でもこれだけ急に私の心を変えた責任取ってもらいますからね。あら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 、何の責任だい。さあ皆さん、いつものあれやります。よっしゃ、ええんか、こんなにキャラ変わってしまって。ケーキを頼ませ。こんな可愛い感じになってしまって。せーの、勝利のポーズ決め。でも絵はちょっとそんな感じじゃないんだよな。セリフはさ、もう天真爛漫みたいなのさ、絵はちょっとまだ透かしてやがる。さ、次回行こうかな。いや次回予告じゃなかった。パパ、そうだね、尾形さんがどうなったのかね。ありがとう織姫。でもろくでないしであることにはあんま変わんないんぞ。変わらないんぞ。少尉さん、そんな昔のこと忘れてください。これだから日本の男はデリカシーないです。赤くなって表情が抜群だよな。頬赤くなった表情が抜群だよ。ところで、実は二人に頼みがあるんだが、君たち二人を見ていたら急に絵を描きたくなったんだ。私が退院したらモデルになってくれないかな。うるせえ。え、この尾形って人のまずするべきことはさ、とてもいい絵が描けると思う。カトリーナとさ連絡取ることないの。まずするべきは連絡取ってなかったって、そういうところよ。絵描かせてくれないかとかじゃなくて、織姫をよろしく頼むよ。ああ、ただし織姫と結婚するつもりなら相当の覚悟が必要だよ。はあ、何せ知っての通りイタリアの女性は気が強いからね。うるせえ、うるせえよ、この尾形とかいうやつ。
あのやだ、もうパパったら結婚だなんて。ちょっとあれだ、行きすぎだな。一個前の方がやだったな。近い僕テートに戒厳令。戒厳令、コロナかな。そして大帝国劇場までも大変なことに。次回桜大戦2、帝都の一番長い日、大正桜にロマンの嵐。いよいよクライマックス感出てきたな。どうしますか大神さん。あれ桜のストーリーか。はい、ということで第7話でした。もう少しかな。そろそろ終わりが見えてきたんじゃないかな。まあこの調子でね、動画を上げていこうと思います。どうぞお付き合いくださいみたいな感じで。まだまだ。